はい、おはようございます。それでは記者会見を始めさせていただきます。まず題材に入ります前に、高松祭りの花火大会につきまして一言申し上げたいと存じます。先月29日に高松祭り振興会の役員会で8月13日高松祭りの花火大会を開催するということが役員会で承認されました。今年が花火大会ができるということでございまして、まずは決定をいただきました皆様のご尽力に心から感謝申し上げたいと思います。昨年はちょうどコロナ感染の第7波が猛威を振るっていた時でございまして、ただどうにか市民の皆様に元気を取り戻していただき、高松ににぎわいと活気を取り戻す契機にしたいという思いで、花火大会はできませんでしたが、それ以外の高松祭りを開催をするということにしたところでございます。市民の皆様からは、祭りの開催によって観客の笑顔が力になった、感謝の気持ちを込めて踊ったとか、コロナで沈んだ気分が晴れた、活気が戻ってよかった、あるいは思い出に残る祭りになったなど、祭りの復活を喜ぶ多くの声をいただいたところでございます。私も皆さんと一緒に青鳥いちご舞田の和踊りを踊りましたけれども、皆さんの楽しそうな笑顔を見まして、開催してよかったなという思いでございました。ただ花火大会はコロナの感染上拡大の状況を踏まえまして、安全面も考慮し中止をせざるを得なかったということでございます。昨年は市民の皆様はじめ多くの皆様からこの花火大会の復活を望む多くの声をいただいておったところでございます。どうにか今年はなんとか花火大会をという思いはあったわけでございますので、結果的に5年ぶりに花火大会を開催できるということを本当に喜ばしく思っておるところでございます。今年の花火大会はただ、観客の皆様の安全を最優先をする中で、実施をしなきゃならないということでございまして、打ち上げ時間も、だいぶ短縮して10分程度ということになりまして、打ち上げの花火の数も3000発ということで、例年よりかなり規模を縮小せざるを得ないということでございます。ただ、この規模や、は短縮をいたしますけれども、終始従来の花火大会のクライマックスが続くような、そういう形での、華やかな大会にしたいと、時間は短くても華やかなものにしたいということでございますので、準備を進めてまいって、思い出に残る 花火大会となるように、準備を進めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。それでは題材に入らさせていただきたいと思います。スライドの方を見ていただきたいと思いますが、今日は3点でございます。令和5年度の芸術インターシップ制の募集についてと、高松マインクラフト街並みデザインコンテストの開催についてと、サミット給食の、私特定局長の学校訪問の実施について、この3点でございます。まずはじめに芸術インターンシップ制の募集でございます。本市では市内の保育所や幼稚園などにアーティストを派遣して子どもたちに芸術と触れる機会を提供する芸術士派遣事業を実施をいたしております。昨年この事業につきましては、昨年の高松政策アイデアコンテストで、この芸術士派遣事業においてインターンシップを実施してはどうかとの提案がございまして、これを本市の事業として取り入れて実施をしようというものでございます。この事業によりまして、インターンシップ生に芸術士の活動や魅力を知ってもらい、今後本市で芸術士として活動するきっかけを作っていただくとともに、その先の移住定住の促進にもできればつなげていきたいというものでございます。対象は子どもたちとの芸術活動に興味がある芸術系や保育、幼児教育系の学部の大学生で、活動内容は8月と9月の2回、各3日間となっております。講習と現場実施を組み合わせたものとなっておるようでございます。定員は両日程とも3名といたしております。募集期間は本日から30日までということで、本市のホームページで申し込みを受け付けております。多くの学生の皆さんの応募をお願い、ご期待したいと思います。
続きまして、高松マインクラフト街並みデザインコンテストの開催についてでございます。このコンテストは、すでにご承知かと思いますが、インターネット上の仮想空間、メタバースを活用いたしまして、子どもたちに未来の高松を描いてもらおうというものでございます。今回 3D ブロックで構成されたメタバースの世界で、ものづくりや冒険を楽しむゲーム、マインクラフトの中に、サンポートエリアを、再現をいたすものでございます。マインクラフトは教育分野でも使用され、世界中で大人気のゲームということで聞いております。現在、マップは作成中でございますが、本日はこれまでに完成している部分について少しご覧をいただきたいと思います。右手の大きなモニターの方をご覧いただきたいと思います。これが現在完成しているです、シンボルタワーですね。国の構造庁舎等でございます。駅前広場です。ここから、メタバースのアバターというか主人公が歩いていきます。それで駅前の前の道路を渡ってシンボルタワーの横を通って多目的広場に出るという形ですね。これこの辺も現代のやつを再現したもので元を作ってて、それを未来の このような形で未来の高松の散歩と海沿いの町づくりというものをいろんなアイデアを使っていただいて応募いただきたいというものでございます。コンテストのスケジュールでございますけれども、7月23日の日曜日から作品の募集を開始をいたします。で、23日にはオープニングイベントを JR 高松駅前広場で開催をいたします。完成したマインクラフトの中のサンポートエリアをその場で大画面でご覧いただく予定ということになっております。詳細につきましては決まり次第お知らせをいたします。募集の締め切りは結構やっぱマインクラフトのこれプログラミング相当な時間かかるようでございまして、10月の31日火曜日ということにしております。最終的な審査結果表彰式が11月の25日を予定をいたしております。応募方法と詳しくは別展の資料の通りでございますので見ていただきたいと思います。本日から市のホームページ内でデザインコンテストの特設サイトを開設をいたします。詳細はこちらをご覧いただきたいと思います。私いたしましてはこのデザインコンテストを通じまして、国内外にサンポートエリアの魅力を発信するとともに、市民のまちづくりへの参画、またシビックプライドの醸成、デジタル人材の育成などさまざまな分野への波及効果を期待しておるというものでございます。しっかりと成功させる事業としていきたいと思っております。最後3つ目も G7 関連ということでございますが、私と教育長が小学校を訪問し、児童らとともにサミット給食を楽しむというもので体験するというものでございます。もう本市では今月6日から子どもたちにサミットへの興味を持ってもらうと同時に、G7 の各国を身近に感じてもらうために、市内の全69の小中学校で参加7カ国の家庭料理や代表的な食材を使った16種類の献立を取り入れたサミット給食、これを実施をいたしております。
このうち6月14日水曜日には私と教育長が北南小学校を訪問いたしまして、子どもたちと一緒にサミット給食を楽しみたいと思います。北南小学校でございの献立としては、ドイツの家庭料理の一つアイントクフといったスープや、フランスの人参を使ったキャロットラペのほか、イギリスの紅茶ゼリー、カナダのメープルシロップ、この辺が献立になります。サミット給食の献立のスケジュール等につきましては別紙の通りでございます。また給食の時間に校内放送や教室の電子黒板を利用しまして、献立に登場する3カ国の料理などを紹介しながら、それぞれの国の良さを発見できるように工夫をいたしております。ぜひ子どもたちにこのサミット給食を通じて楽しみながら G7 各国外国の文化に触れていただきたいというふうに考えておるものでございます。私の方からは以上でございます。それでは記者質問に移らせていただきます。まず、会社質問からよろしくお願いします。はい、すいません、時事通信の報道です。1点、ご質問させていただきます。マイナンバーをめぐるトラブルが全国で相次ぐ中、先月26日坂町市でも国の給付金などを受け取る公金受取口座が誤って別人のマイナンバーに紐付けられるトラブルが2件発表されました。この他にもいろいろと問題が発覚しておりまして、マイナンバーの信頼が広がる中、今回のトラブルについて の受け止めと今後の再発防止策を改めて教えてください。はい、今お話ございましたように、本市におきましてもすで、にご報告さえしておりますけれども、マイナンバーカードと公金受取口座を紐付ける手続きで誤って他人名義の口座が登録される事例が2件過去に2件あったと報告確認されたところでございます。市民の皆様にはご心配とご迷惑をおかけしましたこと、改めてお詫びを申し上げたいと存じます。信頼の回復に向けて今後とも支援窓口での確認作業といったものを一つ一つ確実に行いながら、引き続き適切な支援ができるよう努めてまいりたいと思っております。また再発防止策でございますけれども、マイナポータルのログアウト処理の確認、前の人からきちっとログアウトするということですね、処理の確認を徹底するようにしておりますけれども、改めてマイナポイントの手続き、登録手続きを支援する窓口運営を担う委託業者に対しまして、国が示しておりますマイナポイント申し込み支援マニュアルの遵守といったこと、また支援窓口で誤登録を起こさないための手順の徹底といったことを指示させていただいたところでございます。全国的にマイナンバーカードをめぐってトラブルが相次いでおるところでございます。ぜひ市民の皆様にお手数ではございますが、念のためということもあって、ご自身のマイナポイントの申し込み状況や公金受取口座の登録状況の確認を今一度お願いをいたしたいというふうに存じます。確認方法につきましては、マイナカードの取得者向けサイトマイナポータルから確認をしていただきますし、本市の支援窓口の方でももう一度確認のお手伝いといったこともできますので、ご相談をいただけたらと思います。万が一登録状況に誤りが確認された場合には、すぐに本市のデジタル戦略課や、あるいはマイナンバー総合フリーダイヤルにご連絡をお願いをいたしたいというふうに思っているところでございます。以上でございます。ありがとうございます。では各社からの質問をお願いいたします。質問のある社の方、RSK 文化です。マインクラフトの場所変更コンテンツの件なんですけれども、市長、実際に合格されていました。私はですね、あまりゲーム得意でないもんで、コントローラーをもらって、もう前へ進んだり後ろ進んだり、あるいは目線を変えたりして、そのぐらいの動かしはしましたけれども、実際にどこへ行ってきちっと行って探索してどうなってるかというまでの、複雑な動きまではちょっとまだできておりません。
はい、実際でもこう再現された場所の未来っていかがでしょうか。これ一つ一つブロックを積み上げて作るんですよね。それがこれだけ現実物に忠実に再現をされているということに、まあ、少しびっくりしたのと、まあ、やはりそのなんていうか別のその世界がこのコンピューターの中で再現をされているということでございまして、まあ、非常に、まあ、このなんて言いますか、電子化の進歩といったものを感じておるところでございます。で、まあ、子どもたちはこれ夢中になって結構世界中で体験されているということなんですね。まあ、やっぱりデジタルネイティブの世代とですね、我々の世代とはちょっと違うかなという気はいたしますけども、まあ、こういうことによってどんどんいろんなことが物事が進めていくきっかけにもなるというふうに思っておりますので、まあ、今回のコンテスト大いに期待をしておるところでございます。今後後ろに落ちてますけど、すごいですね。これ全部一個一個ブロックをですね、重ねて積み上げてきておりますので、またシンボルタワーで、これは昼間の情景ですけど、例えばこれを夜の情景にも出てくるんですよね。こういうふうに夜にして星が輝いて、それもどういうふうに空との位置関係も全部、確認できるということでございまして、まあ、非常に街づくりの将来のサポートを考えている上で、実際仕事の上でも参考になるんではないかなというふうに期待をいたしております。そしてこのコンテストはどういうことにつながっていくのかと思われますか。子どもたちが、まあ、それ IT 関係にデジタル関係として慣れ親しむということで、まあ、人材育成みたいなものにできるでしょうし、まあ、自分たちの将来の街づくりを自分たちで考えるということで、まあ、いわゆるシビックプライドですね、自分たちの街自慢みたいな形につながっていくというふうに思っておりますし、あるいはこういうことを一生懸命やることによって、まあ、将来の自分の職業としてこういうものに関連したものをやってみたいというふうに思うことも考えられますので、まあ、そういう意味でいろんな興味を引くようなコンテストになると思っておりますので、まあ、そういうたくさんのいろんな分野での波及効果というものが考えられるのではないかなというふうに思っています。もしコンテストで素晴らしい街並みが出来上がったのか送られてきたら、実際に反映されたらこの辺どうですか。そうでしょうね、まあ、審査をした上で、まあ、優秀賞等は決まるわけですけれども、まあ、現実的なものを選ぶのか、もっと本当に夢があってなかなか難しいものを選ぶのか、それにもよりますけれども、まあ、ただ実際上はこんなことができたらいいなというのが出てくれば、現実の街づくりにも応用できるように、十分検討はするというのは考えられることだと思います。新しい街ができそうですかね。どうでしょう、可能性は秘めた地域だとは思っております。ありがとうございます。新聞の森と申します。承認拒否の無償化について何点か伺いたいんですけれども、高松市が、無償化を高校生年齢まで引き上げたということで、県内全域で、無償化年齢が高校生まで拡大したと思うんですけれども、改めてこの高松市での、無償化年齢の拡大の意図というのを伺っていたんです。はい、少子化対策ということで、そういう大きな国全体の喫緊の課題になっておるとか、おるかと思っておりますが、まあ、やはり子育ての、一つの課題として、子育ての経済的負担、まあ、特に医療費なんか突発的に子どもが病気になったようなときに、まあ、医療費がかなりかかって、経済的負担が生じるということも、まあ、そういうこともあって、子育て環境を良くするためには、その辺の負担をどうにか軽減できないかということで、まあ、乳幼児医療費の負担の軽減、まあ、無料化ということから始まって、まあ、だんだん年齢が引き上げてきて、まあ、本市の場合でも令和2年度には、中学生まで無料化、入院、通院ともに無料化をしてきたところでございますが、この度県の方で県の全体の子育て支援の、枠組みの中で、県都が小学校3年生まで所得制限なしで無料化するということに踏み切られましたので、まあ、その分財源が高松市の場合には軽減されて浮いてくるということでございまして、まあ、それを使って高松市として上乗せで高校生まで無料化にしようということで、今回
まあ、私の選挙で公約とさせていただいて、で、まあ、この前の議会で条例案も可決をいただいて、8月から無料化ということにすることにしたというものでございます。まあ、要はやっぱり少子化対策の一つの決め手として、子育ての経済的負担の軽減、特に医療費っていうのは突発的にかかって非常に大きなものになるということでございますので、そこを軽減しようということでやらさせていただいたということでございます。県下の市長もほぼ横並びでそれで揃って、でこれでまあ8月からはほぼ全ての市長において、香川県の場合は子ども医療費が高校生まで無料化になると。いうような状況になるかなと、まあ、それは県の方がある程度主導してやっていただけたおかげかなというふうにも思っております。この医療費について、庶民の医療費については国がもうちょっとこう主導的にやるべきじゃないかという意見もあると思うんですけども、本当についてはどうでしょうか。はい、まあ、出生数がですね、年間80万人を切って77万人になるということで、非常にまあ厳しい状況、少子化というのに局面は厳しい状況かと思っております。まあ、こういう時にやっぱり思い切った少子化対策というのを国に一律にある程度求めていきたいということで、まあ、特に医療費なんかは、まあ、日本の場合これだけ少子化になっているので、対策として、まあまあ、いつどこ、まあ、どこまでというのはその辺は議論があろうかと思っておりますが、例えば小学生まではもう国が、我が国は医療費は無料化するんだよと言ったような形で、まあ、いわば私は新しいナショナルミニマムと言ってるんですけども、まあ、そういう形で思い切った策として、医療費の無料化というのを国で一律的に措置すべきというふうに、まあ、市長会等を通じて主張しておるところでございます。最後になんですけれども、高松市内に通勤通学されている方多いと思うんですが、県下一律で高校生まで無償化されたというところについて、まあ、他の市長と差別化して、人口をもうちょっと増やしていくというようなことは意識されているんでしょうか。まあ、少子化対策なんで子ども子育て対策はいろんな策があろうかと思っておりますが、一つ気をつけとかなきゃならないのは、先ほど言いましたように、まあ、基本的な少子化対策というのは国全体でやるべきだと思います。で、市長会でも議論になっているんですが、財源があるところとないところで子どもの引っ張り合いみたいなことがあってはならないと、格差があって、財源があるところは手厚くなって子ども、子育て対策を十分にやれるけども、財源がないところはやれないという形で、そういう引っ張り合い、移動することになってはならないというふうに思っておりますので、まあ、そういう意味ではある程度市長は足並みを揃えてやるということは私は望ましい方向であるというふうに思っております。ありがとうございます。他にございませんか。NHK の長です。はい、まずですね、都市障害校の件でお伺いしたいんですが、先日第2回の総会も開かれて、開催前の、まあ、ムードが高まってきているかと思うんですけれども、今回この、まあ、テーマとして、まあ、持続可能な、持続可能性の高い都市だとか、あと、まあ、多様性を考慮した都市だとか、デジタル技術の活用を、うん、まあ、大阪について議論したりとかっていうことがテーマとして挙げられているんですけれども、この、まあ、大会を通してですね、この高松市としては今後どのようなその都市づくりをしていきたいのか、改めてお願いします。はい、まあ、今回の都市大臣会合のテーマっていうのが、持続可能性のある都市の発展における共同といった、まあ、なかなかちょっと難しいテーマかと思っております。まあ、特に持続可能性っていうのはサステナブル、サステナビリティってよく言われますけれども、じゃあどういう点がサステナブルなんだと、いろんな局面があろうかと思いますが、まあ、中心的なテーマとして言われているのが脱炭素ですね、地球環境の問題、これについて持続可能な形を持っていく、まあ、要は、二酸化炭素の排出量をいかに抑えていくか、都市経営の中で抑えていくかということが問題であるということ、それからやっぱりデジタル化を用いてスマートシティ、デジタル化をそういう進展をしながら都市を効率的に運営していくと、それによって持続可能な都市づくりをしていくという問題、それから大きな災害が、頻発をいたしておりますので、そういうの災害からの回復力、いわゆるレジリエンスと
言ったことも一つの大きなテーマだと聞いておりますけれども、災害が起こった場合の回復力をいかに測っていくのか、でそういう問題は全て都市の問題に集約されるというのが、まあ、前回の、昨年のドイツで行われた第1回の都市問題、都市大臣会合で言われた、議論でございまして、まあ、それを今回高松での会合が引き継ぐということになりますので、まあ、その辺についてしっかりとした議論が多分なされるんだと思いますが、まあ、それを受けて、まあ、ぜひとも高松市のまちづくりにとりましてもそれぞれ重要なテーマでございますので、まあ、その方議論の方向性、まあ、あるいは結論あたりを高松のまちづくりにも生かしていければというふうに思っているところでございます。あのテーマとして上がっているものも、まさに高松さんもやられているものもありますが、まあ、あの現時点で、まあ、具体的にこういったその活用をしていきたいだとか、あと、まあ、こういったまちづくりをしていきたいだとか、そういったところを教えていただけますでしょうか。そうですね、この前6月3日の日に、香川大学の学生たちが交えて、で G7 の各国の出身者の皆さんと、学生サミットというのが行われましたが、そこでも今の項目等に従って議論が行われたんですが、まあ、特にそこで重点的に出されたのが公共交通の充実活用ということでした。まあ、そのような公共交通の充実活用というのを、まあ、諸外国の例をもとにしながら高松でもぜひこうやりたいというような提言もまとめられておりますので、でそれの提言というのが今度今年大臣会合の主催であります斉藤国土交通大臣にも提出されるという話でございますので、まあ、そういうのに基づいて高松としても、具体的な施策として都市問題に対応してまいりたいというふうに思っているところでございます。この会合を通してですね、まあ、今その具体的にその、まあ、公共交通の充実というところでありましたけれども、あの今回の会合を踏まえてですね、あの現在 の, その問題点を、まあ、あのこういう問題点があってこう解決していくみたいなところもしありますね。まあ、あの脱炭素が叫ばれながら、なかなかその二酸化炭素排出量の削減というものにつながるような大きな効果的な政策というのはまだ十分できていないというふうに思っておりますし、まあ、基本的にはあの今公共交通の問題が出ましたが、まだまだ車社会というのが改まっていない。この車社会を公共交通の方に移行していって、まあ、脱炭素みたいな形の方向性をきちっともう少し明確に出していかなきゃならないというふうには思っておりますし、まあ災害につきましてもどうしても気候変動の問題が十分に収まらないということで災害が多発化しかねない、まあ、多発化した後した場合でもそれをどうにか減災というような形で被害を少なくするような対策といったものももっともっと取っていかなきゃならないというふうに思っております。まあ、そのような形でもう G7 の議論をもとにしながら高松市としてもきちっと、議論をして町づくりに生かしていきたいというふうに思っております。ではちょっとまた別の、テーマなんですけど、マイナンバーの件ですね。あの、まずですね、あの、先日あの、担当者の方から開いたレクで、まあ、あの、ご同僚が意見あったということなんですが、それ以降ですね、あのマイナンバーをめぐるトラブルのご登録なり、その交付なりでですね、まあ、まあ、それを全て含めたトラブルですね、新たに確認されたものはございますでしょうか。あの、まあ、これ全国的な話でございますけれども、受取口座が本人ではなく家族や同居人らの名義の口座に登録したというのが、全国で13万件あったというような点検結果も公表されているわけでございます。まあ、これもトラブルの一つかというふうに思っておりますけれども、まあ、あくまで本人名義の口座というのが原則でございますので、まあ、この辺につきまして再発防止に向けたチェック体制やシステムの構築といったことは国の方で今取り組まれておりますので、まあ、それを早急に取り組んでいただいて、まあ、その指示のもとに今後再発防止ということで考えていきたいというふうに思っております。まあ、あの市民からの報告でもいいですけれども、その新たにその、まあ、報告された例というのはあるんでしょうか。あの2件以外にはもう今のところはございません。まあ、今あのその、まあ、国 の, その、まあ、システム構築 を待って、まあ、その指示のもとにということがあるんですけれども、まあ、マイナンバートラブル、まあ、いろいろ他にもあるかと思いますが、ふとして何かこう調査であるとか、あのそ
そういったことをするご予定とかでございますか。新たに何かトラブルというか間違いかなんかあるんですか。何かということの、はい、今のところは国の方の、指示は待っておりますけれども、それ以外以上の取り組み、チェックというのはまだやっておりません。今後やる予定とか、いや、そういうどういうトラブルが今発生しているかというのは新たな情報はございませんので、その辺にも国の方の指示に基づいて、まあ、やっていくということになろうかと思います。国の指示が、まあ、国の指示待ってから、まあ、そういった調査を、まあ、行っていくということになります。新たな調査する必要があればですね、はい、ということですね。今のところは先ほど言いました家族名義について13万件あったというような報告がなされて、まあ、今後そのようなことがないように指導してほしいというようなことで聞いておりますので、あとですね、まあ、高松市としてもですね、まあ、国とともに、まあ、マイナンバーカードの、まあ、普及というところに努めてきたかと思うんですけれども、まあ、今後の普及についてですね、まあ、こういったトラブルある中で市としてどのように進めていくと思うんですか。はい、まあ、マイナンバーカード自体はこれからの社会活動をやっていく上で、まあ、必要な制度であるということで、まあ、本市としても鋭意国の指導等に従って進めてきたところでございます。これは今後とも変わらないということでございます。で、まあ、今回のトラブルにしても2件にしても人為的ミスでございますし、まあ、家族名義というのもその辺もうっかり多岐的な人為的ミスということでございますので、まあ、きちっとチェックをすれば再発防止が可能であるということでございますから、まあ、その辺はやっぱりこれまで通り手順に従って間違いなきように徹底をしていくということが一番大事なのかなというふうに思っておるところでございます。今回その委託業者の方にまあその指導を行うということをおっしゃいましたけど、はい、今回そのトラブルを受けて例えばこう委託業者の方を例えば変更するだとか、その人員を増加させるだとか、そういった取りことはされますでしょうか。まあ、手順の徹底なりですね、適正な、手続きをもう再度確認しながら行うように、委託業者に指示をいたしましたけれども、まあ、先ほど言いましたこれ全国的な問題で、まあ、若干人為的なミスということでございますので、そこは徹底していただいてこういうことが再発、しないように、注意をしていただきたいというふうに思っているところでございます。あとですね、今回去年の事案が公表された、まあ、今年何公表されたということなんですけれども、この公表の、まあ、いわゆる遅さ的なところについてはどのようにお考えでしょうか。はい、まあ、昨年そういうことが起こったわけですけれども、先ほども言いましたように人為的ミスですので、まあ、間違ってましたということを、ご本人に説明をし、まあ、謝罪を行って迅速に訂正をして対応を行ったということでございます。市役所内部におきましても一応インシデント報告ということで間違いがありましたという報告がなされ、まあ、適切な事務処理が行われたということでございます。で、まあ、デジタル庁の方で全国調査をやって公表するというタイミングに合わせて、まあ、今回公表したということでございまして、まあ、その辺に市の手続きとして、まあ、誤りはなかったというふうに思っております。なのでトラブル発生した当時は市長もこういったトラブルを把握されていたということなんですかね。いや、ここまで具体的なトラブルが2件ありましたというのは発生しておりませんが、そういうのがありましたという報告は上がったということでございます。わかりました。読売新聞の黒川です。すみません、以前も一度他社さんから質問があったとのことなんですけど、チャット GPT など対話型 AI の活用の検討が、まあ、県内でも進んでいる市長があるということなんですけども、高松市さんのその後の活用に向けた検討状況だとか、あるいはその活用しないでおこうというような市長のお考えなどありましたらお聞かせ願いますか。はい、チャット GPT なんか例えば挨拶文なんかに活用しようと思って非常に便利なツールであるというのも私も、まあ、やってみたというか、まあ、他の人がやってるのを見ながら思ったところでございますけれども、
まあ、ただ一方で利用者が入力した情報についても、まあ、AI がディープラーニングして、まあ、学習をするということで、まあ、他の利用者に回答に利用されるということ、でそれがひょっと個人情報とか機密情報だったら、流出が懸念されるということで課題もあるということでございますが、まあ、この辺についてどう考えるかということで、まあ、かなり安全な形で活用できるのであればできるだけ業務の効率化という面から置いて活用できないかというふうな気持ちはございます。で現在本市におきましては担当部署におきまして、業務における有効な活用策、また活用する上での課題、その解決方法といったような形を検討しておるというような状況でございます。他にございませんか。先ほどあれですけど、先ほどそのマイナンバーの件なんですけれども、まあ、1件目が8月にあったときに、その市長の方への具体的な報告はなかったというものなんですかね。市の内部でインシデント報告、まあ、こういう事故がありましたという報告はなされております。市長のメモまで来たかどうかというのはちょっと確かめられておりませんけれども、どこまで上がったかな、インシデント報告。インシデント報告はしておりましたが、市長までのメモはその当時はされていないんです。こういうのがありましたという報告は事務処理はされておるということですが、私まではちょっと報告ないということですね。市長、これが人的ミスという話もありましたけれども、もちろんそのログアウトしなかったというミスがあると思うんですが、8月の時点で、例えば市長の報告が行って、きちんとログアウトするようにというようなことをもう一回徹底していれば、9月の件が起きなかったと。そのあたりのその情報の管理というか、その個人情報を守るということがやはりマイナンバーの問題になっている中で、それが起きたことはそこまで起こらなかったと思われますか。まあ、そういうのが起きたということで上がって、今後そういうことがないようにチェック体制をきちっとするというような処理は部内では行われたというふうに思っております。ただそれが徹底できていなくて、もう1件起こってしまったということかと思いますが、まあ、全体の中の2件ということでございますので、まあ、それほど、まあ、それほどといったら悪いですけども、問題視はすべきだと思っていますし、再発防止は徹底すべきだと思いますが、まあ、一応そこで2件で止まっておるということで、それなりの対応はできていたんではないかなというふうに判断はいたしております。それはその個人情報が、ね、漏れるということは、やっぱマイナンバーを作るときにです、ね、一番恐れている人が多い中で、そういったものが結局報告されないままここまで来た、そして同じ事案が発生してしまったという、その辺の、まあ、脆弱性というのはないですけども、まあ、そのマイナンバーの個人情報漏れに関する部分の認識というのがちょっと甘いのではないかなと思うんです。そのあたりはどう思われますか。まあ、2件でも起こったということに関しましては、本当にまあ申し訳なくお詫びを申し上げたいというふうに存じます。まあ、こういうのに二度とないようにきちっと徹底をするということが大事かなというふうに思っております。2件目を防げたんじゃないかなと思うんですけども、まあ、全国的に見ても数件ずつは結構起こっているところも多いようですので、まあ、確かに全職員あるいはまあ委託業者あたりがもう少しきちっと徹底できていれば防げたかも分からないというふうに思っています。まあ、今後このようなことのないようにしっかりとやっていきたいと思います。ありがとうございました。他にございませんか。すみません、鳥根市役所です。今のマイナンバーの点で言っていただいて、まあ、今回マイナンバーのシステム自体は国のシステムであるということなんですけど、市長としてこうマイナンバーの今回のトラブルにおいてですね、何かこう国に求めたいことがございましたらお願いします。マイナンバーにつきましては、もうすでに申請件数が8割を超えるような形で、まあ、かなり初期の、想定していた、全国民にという、まあ、全員ではないにしてもある程度の普及は図られているのかなというふうに思っているところでございます。まあ、そういう上でこれを有効に使っていくという上で、まあ、最も大事なのが先ほど議論で言ってますけど、やっぱ安全に個人情報等がもう決して漏れることのないような万全の体制で使用していくと、活用していくということが大事かと思っておりますので、まあ、その辺の枠組みを、まあ、国民が納得するような形で
こういうふうな措置をきちっとこういうふうに取っているから安全ですよと、個人情報が漏れることはありませんよと言ったような説明周知というのを徹底していただきたい、それを国の方にはお願いしたいと思います。今回 の, そのトラブルを巡って の, そのシステム構築も合わせてということに合わせてということですかね。そうですね。あと1点確認なんですけれども、先ほどの質問でその市長にまでその去年の事案が報告があったかどうかというところで、僕がお伺いしたときになんか具体的ではないけど報告があったということではあるんですが、結局市長の方にはそのそういうトラブルがあったということは届いてはないということなんですかね。先ほどの質問に関する、その具体的な内容で、こういうトラブルがありましたというのはインシデント報告で部内で報告はありましたけれども、私までは上がってきてなかったということですね。ありがとうございます。よろしいでしょうか。それでは以上で、紹介いただきたいと思います。はい、どうもありがとうございます。